さて、ゴールデンウィークのレジャーの一つとして人気なのが潮干狩りです。この時期にシーズンを迎えるはずですが、福岡市の和白干潟ではお目当てのアサリに異変が起きています。ゴールデンウィーク2日目の昨日は絶好のお出かけ日和となりました。福岡市東区の和白干潟では親子で参加できる潮干狩りのイベントが開かれました。これアサリです。潮干狩りといえばアサリ、今がシーズンのはずですが、いつからなんか多いなって感じれるようやったけど、ちっちゃいのしか掘れんくなったけん、ここ 2,3 年ずっとそんな感じですねえ、持って帰るにはって感じ。そう、お味噌汁にできない大きなアサリが取れなくなっていました。5年前の同じイベントでは砂を掘れば片手いっぱいにアサリが取れていましたが、今年は高校生が1時間掘っても取れたのはわずか3個でした。一体アサリに何が起こっているのでしょうか。15年以上和白干潟の生き物を調査している藤井明彦さんは、天候の変化が影響している可能性を指摘します。疑わしく思ってるのは、たくさん雨が降って海水が薄くなって、それで低塩分影響が出たのかなっていうのは、少し薄いぐらいいいんじゃないかと思われるかもしれませんけど、案外低塩分ってあんまり好きじゃないんですよね。さらに地球温暖化による海水温の上昇や海岸の埋め立てにより繁殖しすぎたアオサという海藻がアサリの生育不良の要因になっていると見ています。沖に出て1時間半、参加したおよそ70人の親子が戻ってきました。取れたアサリは全部で319個。しかし2センチ、卵を産む前の3センチ以下の小さなアサリを持ち帰るとアサリがすぐに減ってしまうことから、福岡県では取ることが禁止されています。違反すると懲役6ヶ月以下、もしくは罰金10万円以下、またはその両方が課せられます。3センチ以下のアサリは返し、最終的に残ったのは1割にも満たないたった24個だけでした。とても楽しかったんですけど、アサリが思っていなくてちょっとびっくりしました。もっとザクザク取れてたんで、そんくらいいい環境に戻せたらなと思います。和白は取れないっていうのがもう定着しちゃうと来てくれなくなるかなっていうのが嫌だなと思ってます。もう一回増えることを期待してるんですけど。主催者によりますと、福岡県全体でもアサリは減少傾向にあるということで、干潟の保全のためにも調査を続けていきたいと話しています。